青いステークスは、日本中央競馬会が、京都競馬場で施行する、中央競馬の重賞競争である。競争名にある、青いとは、青い科の植物の総称のことであり、また、家紋の一つで、双葉青いの葉を図案化したものである。鴨神社の神門に由来し、徳川市の青いともえの門などが有名である。同神社で5月15日に行われる青い祭りは、岩清水祭り。 春日祭と共に三直祭の一つに数えられる。1984年までは条件クラスの競争であり、1988年までは青い衣装として施行されていた。1996年から2009年までは地方競馬所属場に、限り一着場に安田記念の出走権が与えられるトライアル競争でもあった。 施行距離は1985年から1995年までと2002年から2009年までは芝1400メートルで行われていたが1996年から2001年までと2010年からは芝1200メートルで施行されている2018年の番組改正で3歳スプリント路線の拡充を図る観点から本競争は新設重賞として昇格されることになった 以下の内容は2021年のもの。出走資格、サラ系3歳、未出走場及び未勝利場を除く負担重量、別、定2021年の1着賞金は3800万円で、以下2着1500万円、3着950万円、4着570万円、5着380万円。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。 青い賞青いステークス各界競争結果の出展。ありがとうございます。